はい、こんにちは、やすけです。ということで今回はですね、今後流行るであろう SMG の紹介ということで話していこうかなっていう感じなんですけども、もうすぐねシーズンが変わると思うんですけど、今ね SMG 近距離で一番強いのってバトロワだったら MX9 だと思うんですよ。もうどの武器でも勝てないぐらいのキル速を誇ってると思うんですけど、まあそちらがね来シーズンナーフが入るということで、まあ弱体化ですよね、弱くなるということで、まあ今後ねこれから MX9 に変わる SMG 武器って何かなって考えた時に、まあコルダイトかなということで、まあ今回ねコルダイトのガンスミスの紹介動画ということで、画質がねちょっとめちゃくちゃ悪いんですけど、まあ使用感とかねちょっと伝わったらいいかなっていう感じなんですけど、まあ前半ねコルダイト使ってて47ね、後半ちょっと47結構多いなっていう感じなんですけど、まあ前半の部分でねコルダイトがどんな感じかっていうのをね見ていただけたらなっていう感じですかね。まあ動画はねおゆさんに先日ソロデュオで回っていただいた動画になりますんで、ぜひ最後までご覧くださいということで、僕らのチャンネルではね検証系の動画を中心にいろいろな動画出してるんで、チャンネル登録まだの方は登録していただいて他の動画も見てくださいということで、それでは行きましょう。近折りと、いや近折りか、わー止まった、見すぎた。ワンカット、危ねえ、ナイスカット。意味ないこの木。もしかして意味ないこれ。嘘でしょ、嘘でしょ、一発ぐらい当たってや。何を取ったんやろこの人。さあ詰めるぞ。やばすぎー、お願い。神頼み。めっちゃ合わないんだけど、今。マジだわ。固まった、固まった、固まった、やめて。危なすぎー。危なすぎ。なんかロケラン野郎いたな、どっかに。そこか。当たんねえよ。もうちょい顔出してくれんかな。あ、そう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 。あ、そう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 。顔出してくれればいいのよ。数の暴力。どっからだ。あれ、どっから投げてきた今。あれさっきのロケランやろや。
そこかい。それはめんどくさい。いやー渋いな。あ、1対2か。あいつらか。なるほどね。俺に上を取らせてしまったわけね。そらこうなるよね。うわー、ダブルナイト。はい、ということでいかがだったでしょうか。コルダイトの方はということで、まあコルダイトね、ガンスミスの方がまあこういった感じなんですけども、まあモッドで言うなら密集射撃とね、長射程っていうのはね、まあ絶対つけておきたいかなっていう形で、まあ金にできればいいんだけどね、拾えなかったらまあ最悪青以上でいいのかなっていう感じなんですけど、通常がね、弾数で言ったら80発なんでちょっと LMG 級なんですけど、金角魔がつけるとね110発になるということで、まあ3つつけるんだったら角魔が密集長射程っていう感じですかね。まあそうすると近中距離もめちゃくちゃ強くなるんでね、1枚やってね2枚目とか3枚目ってのもね、リロードいらずにそのまま多分ねフルバーストでいけると思うんで、まあめちゃくちゃ強いかなっていう感じですかね。まあ来シーズンね入ってみないとどの SMG が強いかっていうのはちょっとわからないんですけど、今現状だとね、ブラックアウトのマップだったら近中距離を SMG で戦って、ロングの距離はね4スコのアサルトだったりとか、まあマークスマンとかスナイパーとかで戦うっていうのがまあ主流なのかなっていう感じなんで、まあ僕らの考えで言うと、まあ来シーズンコルダイト割と使えるんじゃないかなっていう感じで今回紹介していただきましたということで、この動画がね参考になったという方は高評価の方を押していただけるとね、僕らのね動画に対するモチベーションっていうのはめちゃくちゃ上がりますんでお願いしますということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。